been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next. めちゃめちゃ逆。めちゃめちゃ、これって血取るんですよね。はい。注射ですか。あ、注射じゃないですか。はい。でも痛いですよね、結構。それだけでもこの人貧血に倒れる、倒れるかな。いや、本当にそういう事例があるんですよ。うわぁ、一瞬グサッとくるってよ。ちょっと、チクとグサ全然違うから。よし。じゃあ、楽しみですね。楽しみです。7.2 ですね。あれ？ちょっと高くてですか？ちょっと待って。ちょっと待って。大丈夫じゃない？全く、え？もう一回ですか？もう一回。ちょっともう、え？本当？もう一回上がります？ 7.2？ 7.0。 ちょっと緊張しすぎて熱上がってんじゃない？そんなことある？ちょっとそれ、マジか。ちょっと今ので一気に不安になっちゃった。大丈夫かな？はい、こんにちは。じゃあもう検査をしていきますので、はい、まずですね、指の横でですね、の針を刺しますので、指の横を消毒します。結構太いですか？あ、針はですね、針自体はですね、こう中をのこう見ますけど、細い針がですね、中にあって、バネでこうバチンとですね、弾いて、こうのほんの一瞬だけチクッとするっていう形になります。あー、ちょっと、まず横でですね、消毒して、乾いたら針刺すって形になります。楽しみだね、伊沢君。いや、結構怖い。本当に怖い。え、痛いのかな？あの、ほんのちょっとだけですね。ちょっと、大丈夫です。はい。はい、じゃあ本当にもう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ一瞬待って、すいません。ごめんなさい。あ、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ちょっとチクっただけですね。はい。あ、これで、まあ、ちょっと。失敗しました、先生。あ、そうですね、ちょっと針の刺さりが悪かった。いえ、もう先生、もう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 一個ちょっとあの針出しますので。力入れちゃったのがダメなんですかね？針が折れちゃったんですか？はい、うん、力入れたのがダメですか？え、いえ、力入れない、そのままにしてもらえば大丈夫。いや、もうそんないろいろ言われたら、はっ、はい、はぁ、あ、血出た。やっぱ伊沢君の血も赤いんだね。そりゃそうですよ、ピコじゃないですから、はい、じゃあちょっとの血をですね、もうちょっと血うわ、ちょっとジンジンしてきました。あ、もう痛いの終わってますよ。大丈夫です。ジンジンしねえよ。してる。じゃあもうこれ終わってますので、はい。なんでみんな全然いけるの？先生、これですね、反応が進んでますので、でこれでですね、C っていうところにまで来るとですね、あの反応が陽性で、ね、の進んでるということなんです。間にこう、はい、G とか M のところにですね、のラインが出てくると、まあ陽性っていうことなんです。でなければ陰性になります。結構進んでますね。はい、そうですね、あの判定はですね、10分後になりますので、はい、また受付の前でお待ちください。わかりました。また出てきたとお見せします。はい、すみませんでした、先生。騒いでしまって。終わった。無事。ちょっと痛かったけど、なんとか。どうぞ。これの抗体の結果ですね、はい、でこれあの C のところにラインが入っているのがですね、はい、検査が無事に進みましたという検査の結果になります、はい、でここで G とか M のところにこうラインが入っているとですね、はい、の抗体が陽性ということになります、はい、どちらもついてないんでですね、まあ、あの結果コロナにかかってない可能性が高いということになります。なるほどですね、うん、なんか症状とかありますか？いや、全くそういうのを思い当たる節は全くなかったです。あの東京都でも 0.1% 程度になりますので、はい、まあまあ症状がなければまあかかってない可能性が高いと思います。なるほどですね、はい、じゃあちょっと胸張ってなってなかったよって言えるってことですね。まあ、そうですね。あ、よかったです、まあ、これも検査も 100% ではないんですけど、はい、まあ、あの一応あの 90% 以上での感度ってなってますから、はい、まあ、まあほぼほぼかかってない可能性が高いってことになります。わかりました、はい、ありがとうございます。ということになります、はい、はい、先生、嘘、
嘘じゃないですよね。そうそう大丈夫です、はい、先生嘘の情報言ったらやばいですよ。はい、大丈夫。ありがとうございます、はい、安心しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。無事かかってなかったそうですね。よかったです。マジかよ。いやマジかって、まあでもね、かかってても抗体があるっていうことなんでね。そうですね、あれなんですけど、まあ無事よかったです。緊張したぜ。行ってきました。どうなの抗体検査。いや、あの、まあ、90% 以上の確率らしいので、ほぼほぼ正確なんですけど、陰性でしたね。だからひとまず胸を張ってコロナじゃなかったって言えますけど、まあでもまだまだ一応安心ですけど、ちゃんとこれからも予防していかないとなっていうね感じですかね。で絶対見に行った方がいいと思いますよ。そうだよね、うん、ちょっとチクッとするけどね。え、泣いてたじゃん。それは言わない約束でしょ。いやでもなんか本当に手軽ですよ。まあ30分ぐらいあればできるし、あの結果も分かるんで、言っといて損はないと思います。で万が一例えば僕は陰性だったけど仮に陽性でかかってたとしても、まあそれなりにその何かかってたってだけで抗体持ってるっていう状態なので、まあだからといって安心ではないけど、なんかこうかかりにくくなると思うので、抗体持ってたらね。伊沢君は何だったのっけ。今もかかってないし過去にもかかってない。かかってない。そう、ぶっちゃけ言っていいですか、うん、ぶっちゃけちょっとかかってて欲しかった感はありました。俺もだって無症状だから、もう無症状でなってたらもう抗体持ってるってだけなんで、なりにくくなってたんじゃないかなっていうのがありましたけど、まあでもね、とりあえず陰性だったんで大丈夫でした。え皆さんももしよければ行ってみてください。この感じ久しぶりなんだけど、だいぶ怠けてたと思うんですけど、どうなんですか。いや怠けてないですね。怠けてみたいっすよ、ちょっと。怠けてみたい。はい、怠けたことないんですよ。多分あの抗体検査ってやったらいろいろ出てくると思うんですけど、僕が行ったのはエイベックスクリニックのところです。ささっと行きます。皆さん優しいです。うん、すごく親切です。怖がらせるようなことも一切しない。僕はされてましたけどね。JP ハンターに。JP ハンターにちょっと見たかったじゃないですか。JP ハンター伊沢くんの泣き面を。でしかもなんかみんなその前に、ね、松さんとかもそうだけど、もう一人ね一緒に行った人もいるんですけど、なんかちょっと僕が怖がるようなシチュエーション作ったじゃないですか。あー、うわーとか悲鳴やったりとかで、出てくる時とかなんかこう抑えながらはーとか言って、もう本当にドキドキしたんですよあれ。あ、アジサイだ。綺麗ですね。アジサイについてなんか感じたことない。アジサイは、まあこういうふうに紫色でね、すごく綺麗なんですけど、まあ人によってアジサイもしくはアジサイっていうイントネーションがあるんですけど、正しくはまあどっちかといったらアジサイですね。でアジサイってまあこういうふうにいろいろ咲いてますけど、いろんな色があります。これ今紫ですけど、まあ、白とかも あると思います多分。はい、小学生の頃よく育ててました。抗体検査と何の関係もないけど大丈夫。はい、大丈夫です。この感じ久しぶりなんだけど、いや、久々ですね。ちょっと本当やっていくのこれから。いや、もちろんですよ、僕はやりますよ。なので、皆さんも行ってください。はい、はい、バイバイ。